りました。そういえば今日はなんかラムネさんがお久しぶりということで、はい、はい、配信前に初めましてって言ったら違いますって言われました。はい、2回目です。怒られました。何の時がちなみに1回目だったんですか？ね、オーバーウォッチのカスタムでね、一緒だったけど、あんまり喋ってはない。でも、あー、大人数のところでちょろっと挨拶ぐらいか。そうそうそう、喋ってないから仕方なかったんだよね、さすがに。それを1回ってカウントするのはもったいないなってことよね、ハル君的に。そういうこと、そういうこと。あれは初めましてじゃ足らん、やっぱ。今日初めましてにしよう、僕たちの。流して初めましてにしようかちょっと迷ったんですけど、反射で違いますって言っちゃった。なんかでも流してっていうのもちょっとやだな。ちょっとやだな。なんか両方気づいてなくてそれは全然いいけど、気づかれてるのに、うわこの人忘れてんなって思いながら、初めましてって言われるのマジで気まずい。本当に後から知った時とかマジで申し訳なるから、マジで言ってくれてよかった。失礼しました本当に。大丈夫です。あれ、さあではプリラストエントリーナンバー20、ウラナン、コメント、一番くじを一緒に買ったりする仲です。その際にラストワン賞をめぐって争ってますが、協力してチャンピオンかっこラストワン賞を狙って頑張ります。いいなぁ、なんかそういう友達一緒に買いに行くんだね。あんまり僕オタク友達いないんだよな。コノリもさ、なんだかんだそんなに正直オタクいないじゃん。いないね。僕だけブヒブヒ言ってたけど、はるかはいつもなんかブヒブヒ言ってるけど、なんか他の人みんな見てるけど、そのブヒブヒではないって感じね。ブヒブヒではないよね。そこまで入ってないって感じ。ブヒってのは僕だけなんだよな。あ、しばるさんブヒブヒなんだ。はい、僕はめっちゃブヒブヒしてます普段から。へえ。レムリンチッチッチューって言って、ブヒブヒ言ってます。エム君ブヒブヒじゃないんだね。俺結構ブヒブヒじゃないね。一番ブヒブヒ言いそうなのにね。そうなの。ブヒブヒ言ってそう。VTuber とかによれ。ブヒブヒ言ってそう。本当か。逆に全然興味ないかもね。やめない。前もラムネさんブヒブヒって裏で言ってたよ。違う違う違う。言ってないでしょ。やめなさい。やめなさい。ブヒブヒしてたの。あ、そうか、あれ内緒か、裏だから。ごめんごめん。マジか。やめなさい。言ってくれたらよかったのに。言ったじゃん。いや言ってないよ。彼女5人いるってのを聞いた。なんかさ、カウンターパンチすごいな。あんたら2人の切るの結構エグいのなんか見た気がするんだけど、気のせい。なんかなかったっけ。何それ。いや、その彼女がどうこうだとかああだこうだみたいな。結構エグいのなかったっけ。わからん、俺かもしれん。わかんない。ありすぎてわからん。ちょっと待ってね。これか、エイム君の 4,5 人目の彼女は活動者、普通に付き合った、なん、あ、4.5 人か、なんで 4.5? VTuber 4.5 か。あれか、アイスボックスの時の会話か、多分。終わってるだろ、マジで。彼女何やってる人って言ったら、L4D2 やってる。0.5 何？ VTuber だから0.5だよとか言ってたやつ。そう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 。これサムネだけ見たら、終わってんな、こいつらの会話と思って。しかもラムネさんの時までデビューしてそんな経ってないでしょ、多分。そうです、3ヶ月とか。それでこの振りはちょっと耐えれんだろ、マジ。エム君バケモンなんだもん、会話。エム君マジで結構バケモンだからな。マジでバケモンですよ。難しい、会話が。普通に LINE 突破なこと平気で言うからな、たまに。でもエム君なんか許せちゃうキャラしてるから、ずるいな。してる、古いよね、わかる。なんか憎めない。つぼった。ぶっ壊れてる。もう真面目にやろう一回。笑わんでラムネさん一回。へえつだけど今。つるつる。やめて。ラムネさん一回静かにして。本当にラムネさんが喋らんで。永久機械や。あれくん助けて、永久機械助けて、この子を止めて。どうにかして。あ、てかさっきあれを聞こうとしたいな。これってカスタムはあの、なんだろう、競技用のカスタムに設定されてる、それともあの普通のカスタムになってる。ヒートシールドが出るじゃん。ヒートシールドはバグでどっちにしようが出るんだよね。どっちにしようが出るんだよ。うん、あのヒートシールド消しても、サポートボックスの判定が消えないから。あー、そういうことね。スクリームどうしてんだろうね。妊娠してんのかな。
結構変わるじゃん、ムーブがもう人志があるみたいな。そうだね、タクがね。だからどうなんだろう、どうなんだろうね。絶対興味ないだろ、絶対興味ないだろ。入ってくんな話。はい、もうじゃあミュートするわ。あ、もうめんどくさい。仲いいね君たち。いや、そんなめっちゃ遊んではないよね。いや、仲良くはないですね。いや、仲いいって言っとくか。一時期なんかよく遊んでたよね。バロしてたかな、バロかな。バロだけの関係ね。そうです、バロだけの関係。そうなんです、実は。あ、確かにラムネさん、ギルクルとめっちゃやったイメージあるな。ヒンヤマ3枚ギルルも遊んでましたね。どうしよう、俺もあれはもう昔の男オソロにするか。なんかやめてもらっていいですか、なんかなんかやだな。なんか喧嘩したの。なんかこのパーティーなんかさ、やばくない。だけど結構似合ってたよね。ね、そうだよね。まあでもいろいろあるよね、相性とか。やっぱまあビルラム KT っていう言葉も生まれてたぐらいだし。あ、始まった始まった。あ、もうやだやだやだ。手は繋いだ。厄介すぎる。マジで厄介すぎる。マジで厄介すぎる。本当に厄介。まあけど人は誰でも恋はしますからね。ねえ、は？そうだよね。うわ、なんか渋春さんにもなんかこういうなんかないかな、反撃できるネタ。ないっすよ、そんな。なんかないな、エブ君。ないかな。めっちゃありそうなないからの言い方するじゃん。やっと通ってる、これ。こっち側から。こっち側切れるよ。はい、でここ潰し行こう。あつ、ルブタン。ルブタン来た。ルブタン一人ダンプ、一人ダンプ。キャール。グレネード。ポータル引いた。この奥の射兵の奥。ちょっと笑うのやめてもらっていい、その。なんもないよ、別に。ギリセーフって思ったでしょ。何笑ってるの、ラムネさん。はい、内側行く。内側。いや、V スがシップ現象になるとさ、スーちゃんの配信思い出して笑いそうになっちゃうんだよな。ピピーされるよ、ピピー。あ、いる、こん中。あれ面白かったですよ。いや、あれ面白かったですが、言ってる側じゃなくなっちゃう可能性あるから。じゃないの。